さて今回開けていきますのは食玩騒動仮面ライダーセイバーブック2&騒動仮面ライダー01です。はい、もう第2弾の発売まで結構間が空きましたけれども、セイバーの騒動の第2弾が発売となりました。といっても今回も01系ラインナップ結構入ってますね。セイバードラゴンジャックン、エスパーダ、カリバー、ナキ、バトルレーダー、バトルマギアとなっております。パッケージ見ていきましょう。1番セイバードラゴンジャックン A セット、2番セイバードラゴンジャックン B セット、3番エスパーダランプダーランジーナ A セット、4番エスパーダランプダーランジーナ B セット、5番カリバージャークドラゴンボディ、6番カリバージャークドラゴンアーマー。こっからは01系です。7番ナキボディ、8番ナキアーマー、9番バトルレーダーボディ、10番バトルレーダーアーマー、そして最後は去年の冬映画レイジネからですね、11番バトルマギアボディ、12番バトルマギアアーマーです。本編での動向が気になるエスパーダのラインナップと、待ちに待ったナキもラインナップされております。早速作ってまいりましょう。はい、というわけで6体完成いたしました。1体ずつ見てまいりましょう。まずはセイバードラゴンジャックンでございます。まあ第2弾にしてやっとこのフォームチェンジ系が来たって感じですね。ドラゴンジャックンは属性物語ですので、左側にドラゴンジャックン要素が来てますね。上から見ていきますと、本編通り頭にこのツタが回ってるのをシールで表現しております。そして耳あたりもこれね、豆要素が入ってるんですけど、このあたりは塗装で表現されております。素晴らしいですね。副眼は第一弾同様シールで表現で、右肩のドラゴンなんかもシールで表現。このあたりは変わりませんね。そしてジャックンとドマメの木要素のこの左側、この左手から伸びておりますツタ部分と、この前腕のこのぐるぐる巻いているツタの部分、このあたりは塗装で表現ですけれども、肩、胸、アーマー、この下のローブですね、このあたりはすべてシールで表現となっております。スタッフさんのブログにも書かれておりましたが、凹凸が多くてちょっとさすがに塗装が無理だったみたいに書かれてましたね。結構な量のシールなんですよこれね。3つ別々のシール貼ってて、前腕シールでしょ、でこのあたりもシールですね。今これ光が反射してるのもありますけど、やっぱりこのデコボコのとこにシールを貼っていますから、どうしてもこのねシワが気になってしまうとこではありますね。ただ個人的にはきちんと表現されてる方なんじゃないかなと思いますね。そして第1弾のセイバーではローブ部分ね、これ右側だけにローブをはめるパーツがありましたけど、今回左側のこのジャックンとドマメの木のローブの部分を装着できるようになっております。でここはボールジョイントで表現ですので、角度付けが結構自由にできますね。火炎剣劣化なんかもシールで表現で、ソードライバー部分もシールで表現されております。ちゃんと左側にブレイブドラゴン、右側にジャックンとドマメの木が刺さっております。ただ今回それとは別にドラゴンピーター用のシールも付属しております。ピーターのパーツは12月発売の騒動でブレイズについてきますので、それと組み合わせることによってドラゴンピーターを再現することができるみたいですが、要するにドラゴンピーターとしての発売はありませんので、そこは注意が必要ですね。そしてついにフォームチェンジ用のパーツが手に入りましたので、これをブレイズなんかにつけてフォームチェンジごっこを遊ぶこともできますね。そして次の段ではバスターが来ますから、バスターにジャックンとドマメの木のパーツをつけることもできます。今回は火炎剣劣化と合わせて両腕で攻撃ポーズとか取れますから、前回のブレイブドラゴンと比べてもかなりダイナミックなポージングを取らせることができます。可動範囲も相変わらず優秀ですね。首もものすごい動くし、肩も上がるし、ロールもある、肘曲がる、手首も交換できますし、胸可動ありませんが腰回転があって、足もガバッと開きますし、膝も曲げることができるし、足首ここね相変わらずえぐれてますから、こうやってね大きく足を広げても足の接地面はきちんと地面につけることができます。手首パーツは開き手が付属していて、いつもの台座もありますね。ポージングもこれだけ足を大きく広げて決めることができます。続いてエスパーダでございます。本編でね、もしや退場みたいな今状況になっておりまして、もう来週以降の放送が非常に気になるところではありますけれども、騒動が来ましたね。エスパーダ見てまいりましょう。まず特徴的なのはこの頭ですね。スタッフさんのブログにも書かれておりました、ここの後頭部のところのこの輪っか部分、ここきちんと輪っかなんですよね。このあたりがおそらく立体化する上で表現大変だったと思うんですけども、きちんと表現されております。素晴らしいです。まあ、服含めてね、この色使いとか全てシールで表現ではあるんですけれども、それでも騒動としてはかなり大満足の出来ですね。そしてこの左半身ですよ、ランプドアランジーな部分がなんとこの量塗装でございます。素晴らしい。そして右側のこの白もね塗装なんですよ、真っ白に塗られてるんですよね。だからその分この金要素が全部シールなんで、貼るのが結構大変でしたね。見てもらったら分かりますが、シールもね細いパーツ結構多いですから、破かないように注意が必要です。
必要です。そしてこの塗装のゴールド部分見ていただきましょう。すごくないですかこれ。この細かい鎖の作りとかさ、よくできてるよね。モールドも細かく入ってます。そしてここね、このマント部分というかローブ部分というか、これがね肩の裏でボールジョイントなんですよ。おそらくこの作りは騒動初じゃないかな。外してみるとこんな感じ。なのでスタッフさんのブログにもありましたが、肩と腕とこのマントと3つそれぞれ独立した動きを取らせることができますので、ポージングの幅も広がります。そして雷鳴拳いかずちいシールで表現でございます。このね稲妻らしいエンブレムもきちんと表現されております。そしてソードライバーもシールで表現ですね。スタイリッシュなイケメン体型もきちんと表現されてて素晴らしいと思います。とはいえパーツのね大きい部分ってのは外側に広がってますから、可動部分への干渉とかはねほとんどありませんので、全然問題なくグニングニン動かすことができますね。素晴らしいです。交換用の手首パーツは開き手が付属と台座がついてきます。マントをバサッと広げてのポージングもかっこよく決まります。続いてカリバー見ていきましょう。カリバーがねとかく塗装が多くて豪勢なんですよね。頭のてっぺんの金部分、ここは塗装で、サイドの黒はシールですね。副眼や口元はシールですけれども、胸パーツ、肩パーツのこの銀部分塗装で、この金ラインはほとんど塗装っすね。この二の腕とかこの辺りはシールですけれども、それでもこうやって見たとき塗装がものすごく映えてて豪勢な作りで超かっこいいですね。肩のドラゴン部分もすごいよくできてる。細かいことを言うと、この肩のドラゴンのね、ここ赤ラインが本来なら入るんですけども、そのあたりは省略されてますね。あと暗黒剣暗闇がめちゃめちゃでかいんですよね。ソードライバーの剣だとシール1枚で対応でしたが、暗黒剣暗闇は刃の部分と柄の部分と柄の部分でさらに3分割されてるっていう感じで、シールを分けて貼る仕様となっております。その分立体的にできててシワも無理がなくていい感じですね。ただ裏面が肉抜きなんですよね。ここはちょっと残念かな。とはいえボリューミーで分厚くていいですね。暗黒剣暗闇ちゃんとねこうやって持たせるときに正面にシール部分が来るように持たせてあげればめちゃめちゃかっこよく決まりますね。いい感じでございます。下半身のロー部分はセーバーと共通で、腰部分からボールジョイントでハマってるっていう感じです。なので角度付けも自由ですね。首可動問題ありませんね。上下動かせるし、襟元がちょっと当たりますけれども全然ね首を向かせることできますし、肩パーツ動きますので腕も上げることできますし、二の腕のロールあります。肘曲げられる、手首も回転、腰回転、ローブ可動、足も太もものロールあって膝曲がって足首も可動いたします。手首パーツも開き手が付属してるのと台座がありますね。本編でも今めちゃめちゃ強いですからね。まあ今もフォームチェンジというかパワーアップしてジャオードラゴンになってはおりますが、カリバー自体ずっと強いもんな。今回カリバーマジでいいですよ。もうちょっとセーバー系のねソードを買われてる方はぜひチェックしていただきたいです。続いてゼロワンからナキでございます。すごいよねナキ、立体化きたよ。これで滅亡人類が全部揃ったことになるわけですが、ナキの騒動はねもう特徴的なのがとかくシールですね。まあこうやって立体化したらね、多分このバンド部分の表現が大変だろうなっていうのは僕も思っていたので、まあ、こうやってシールが増えることは予想しておりましたが、まあ案の定でしたね。肩部分、二の腕部分、前腕、ここの爪、太もものロールの縁、膝、太ももも3分割のシールで足のシールですね。ただ胸のここのアーマーとかきちんと塗装で表現してくれたのは非常にありがたい。ここ目立ちますからね、ここ塗装で表現してくれてるだけでもだいぶ違う。顔の白い部分は塗装ですが、副眼はシールで表現ですね。僕のやつはちょっと塗装がね、もやもやしちゃってるんで、ちょっとこの辺りがダサくなっちゃってるのがちょっと残念。フォースライザーはシールで表現。ちゃんとジャパニーズウルフプログライズキーがハマっております。そして肩パーツですね、ここは裏面からはめ込んでてボールジョイントじゃなくて普通にぶっ刺しておりますので、回転して角度をつけてあげるって感じですね。ただ肩のアーマーパーツがなかったり、全体的にスッキリした作りですので可動とかねかなり自由っすよ。ただねこうやってね背中のパーツがあったり爪があったりしますので、稼働させるときにパーツポロリというか、ちゃんと気使ってあげればポージングできるんだけど、ちょっと手が当たったりとかするとポロって取れちゃうパーツはありますので、別にパージが弱いわけではないのでね、注意して扱えば全然問題ないと思いますので、いやーナキの立体化は嬉しいですよ。ぜひこれもチェックしてもらいたい。ゼロワンのね騒動を買ってた人はこれは買いでしょう。ちなみに今僕爪の下で手首パーツはこれ握り手装着しておりますけれども、一応開き手もあるのと、あとエイムズショットライザーも今回付属しております。
ポージング次第ではちょっと大津っぽさ出ますね。そしてこれでついに滅亡人雷すべての騒動が揃ったことになりますね。続いてバトルレーダーでございます。バトルレーダーも立体化きましたよ。いやー正直ね、やっぱ複数体欲しいとこですよね。最低でも2体欲しい。やっぱサウザーの両隣に置きたいっていう人非常に多いと思いますけれども、まあ、今回僕は1体だけ購入しております。かなりシンプルな作りでシールもかなり少ないっすね。とはいえね、かなりごついこのボディのアーマー、このあたりきちんと表現されてるし、モールドも細かいんだよね。非常にかっこいい。このおでこの赤い部分、ここは塗装で、複眼って言っていいのかわかりませんが、この目のね、両隣の赤い部分、ここはシールで表現。肩とか前腕とかのこの青きいアーマー部分ですね、このあたりもシールで表現されております。一応、兜ガニモチーフですよね。言われてみれば、甲殻類らしさが若干ボディのアーマーからを感じますけれども。そして武器のトリデンタですね。こちらも付属しておりますので、射撃ポーズなんかもかっこよく決まります。太ももと膝とすね部分ですね。このあたりはシールで表現されております。邪魔なパーツも非常に少ないですので、可動も全然問題ないっすね。ガシガシ動かすことができます。太もももちゃんとロールありますからね。足もきちんと広げてポージングすることもできますので、戦闘シーンもうまく表現できると思います。もちろん手首パーツ開き手ですね。それと台座がありますが、ここの台座に貼る用のシールなんですけれども、このバトルレーダーのシールの他に、本来の名前でありますインベイディングホースシュークラブレーダーっていう、非常に言いにくいですけれども、非常に長文ですけれども、そちらのバージョンのシールも付属しております。そして最後にバトルマギアでございます。先ほどのバトルレーダーと違ってこちらはヒューマギアですから、耳元がヒューマギアモジュールになっているのと、足パーツのシールが全然違いますね。レージェネでね、ジンとホロビの後ろに大量にいましたけれども、改めてバトルレーダーと並べると、上半身とかほんとウリ二つですよね。これまたね、大量に買いたいとこではありますが、今回も僕は一体しか買っておりません。あとベルトがないのか。可動範囲はバトルレーダーと一緒ですから、全然問題なくガシガシ動かすことができますので、ポージングもかっこよく決めることができます。もちろん開き手の手首パーツと台座も付属しておりますね。はい、というわけで今回はソードブック2仮面ライダーセーバー&ソード仮面ライダー01ご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。